今日はこのアレンジメントを配達したいと思います。ただちょっと雨が降っているのでセロハンでお花濡れないようにして車に積み込みます。札もね、本来はあるんですが、今車に詰め込む前に濡れてしまうといけないので一度セロハンを巻いておきます。はい、これをじゃあ次から積み込みます。倒れちゃいけないんでね、今絶対に動かないようにします。今日は開店するお店があるので配達する様子を動画に残していきたいと思います。まあ、運転ですね、運転は倒れないようにするのがすごく重要なので安全運転で行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。時と段差がすごい怖いですよ。で、今マンションでスピード防止みたいな段があるんですけど、あれもうすごい怖いんですよ。アレンジメントとかはまだマシなんですけど、スタンドバナとかだと段があるとね、もう本当に壊れちゃうんじゃないかっていう感じのね、経験が今までいっぱいあってですね。ただですね、基本急ブレーキしないですね。基本、まあ何でもそうだけど、配達じゃなくても。ということで安全運転でっていうんですか、いくら煽られてもゆっくりするんですが、はいはい、そう、あとはあれですね、アレンジメントの場合倒れるっていうのもありえるので、絶対にやっぱり乗せるときにしっかり固定して乗せるっていうのがかなり重要ですね。運転中も後ろ見ながらヒヤヒヤすることも結構あるので、それはやっぱりなくした方がいいですね。開店祝いだったらお花がいっぱい出てました。で、開店祝いの時は確実必ずおめでとうございますっていうようにしています。はい、で今日は配達の動画でした。